支え釣り込み足と大腰と背負い投げになります。毎日の打ち込みを大事にして一本一本一生懸命本気で入って、そしてなおかつ一つ一つの技を大事に育ててきたと思います。中高時代は朝5時半から7時まで、そして午後2時間半乱取りの稽古、それが終わってから自主、自分的に一人で練習をしていました。その当時はそれが当たり前で、強くなるためには一生懸命やらないといけないと思っていたので、それが普通だったので辛いと思ったことは一度もないですね。では私の支え釣り込み足のポイント説明をしていきたいと思います。まず基本的な支え釣り込み足は、引き手側にかける支え釣り込み足が基本ですが、私の支え釣り込み足は実践的に釣り手側に引く支え釣り込み足になります。まず、釣り手としては、相手の鎖骨のあたりを握ります。で、その後に引き手の握り方なのですが、柔道着の縫い目に指をかけるような形で握ります。そしてまず釣り手の引き方としては、自分の脇を締めるような形で釣り手を引いていきます。引くような形、脇を締めるような形で引いてください。そして引き手ですが、相手の肘の方に押し込むような感じ、押し込むような感じ。その時にしっかり相手の肘を押せるようにまっすぐ押してあげてください。分かりやすく言うと、相手が前方回転受け身を取るような形を取らせてあげると、上半身はとてもよく崩せていると思います。次に下半身ですが、釣り手と引き手を先ほど説明したように引いて崩すと同時に、相手の斜め前に足を一歩出します。これが一の形、その時に自分の方にまっすぐ引くのではなく、自分がいたところに相手を引くような形を取っていただけるととてもいいと思います。次に支える足ですが、相手のくるぶしの下あたりで自分の親指から足の真ん中あたりを使って、ここに支えるように置くのですが、実際投げる瞬間は刈り上げるような気持ちで支えてあげると綺麗な一本になると思います。後ろ襟を持った支え釣り込み足を説明したいと思います。
先ほどは前襟を持って引くと説明しましたが、次は後ろ襟ですね。後ろ襟を親指をしっかり入れて4本の指でしっかり握り込みます。そして先ほどと同じように脇を締めて相手を前に引き出すのですが、その時にただ握ってまっすぐ脇を締めるのではなく、脇を締めながら自分の手を立てるイメージで引いてあげるととてもよく前に引き出せると思います。このように引いてもらえるとすごくいい崩しができると思います。次に背部を持った支え釣り込み足の説明をしたいと思います。先ほどとは違い背部の釣り手の持ち方なのですが、真ん中そしてこの腰より少し上の縫い目の部分に自分の獅子の指をしっかり引っ掛けて、で親指を握り込みます。この状態から先ほどと同じように脇を締めるような形を取ります。そして今度は引き手なのですが、先ほどまではしっかり持っていたのですが、今度は相手の脇の下に自分の手を突っ込むように、このまままっすぐではなくカイナを返しながら突っ込むようにして引き手は入れていきます。そして足なのですが、先ほどまでは足先を支えると言っていたのですが、今回の場合の支え釣り込み足は自分の内ももから下まで全部を使って相手の足を支えてあげるように足を出します。入れながら先ほど言ったような足を相手の足を支えてあげるように出してあげると投げやすいと思います。次に相手に背部を持たれた状態での支え釣り込み足を説明したいと思います。自分より背の大きい相手に対して背部を持たれることがあると思います。このような状態です。このような状態の時に頭を下げたり腰を反るのではなく、しっかり自分の体重を軽く膝を曲げて相手の技に反応できるような状態、それを作ります。釣り手と引き手そして足の使い方ですが、先ほど説明した技と同じで背中背部の縫い目に指をしっかりかけて握る、そして引き手はしっかり引き手の縫い目を握る、そして相手が押してきたからといって下がるのではなく、相手にプレッシャーをかけながら相手の力を利用して
支え釣り込み足に投げるのがポイントです。足は先ほど説明したように自分の足全体で相手を支えるようにしてあげるとすごく綺麗に投げれると思います。大腰の説明をしたいと思います。まず引き手の持ち方ですが、縫い目にしっかりと自分の指をかけ親指でカバーししっかり握り込みます。そして釣り手なのですが、受けの相手に少し手を上げてもらい、自分の釣り手を突っ込んでいきます。その突っ込むときにまっすぐ突っ込むのではなく、しっかり腕を返してできれば相手の耳のところまで入れてあげるように釣り手を入れてあげるとしっかり入ります。そして下半身なのですが、一歩目をできれば相手の前ですねに一歩目をつきます。そしてかかとをべったりつけるのではなく、つま先だけにつくような感じにします。引き手を前に引くと同時に一歩目の足を入れます。そして釣り手も一緒に一で入れてあげます。で、二でこの足を軸に回してあげます。一番いいところはしっかり足が揃って前を向いていること。開いたり閉じすぎたりしないように自分の肩幅でしっかりまっすぐ、まっすぐ方向を足先が向くように入ります。そして上半身と下半身をくっつけると投げると綺麗に投げれると思います。先ほどの大腰を応用したスピード投げ込みをしたいと思います。このスピード投げ込みをする理由としては、早く相手に技をかけるのと腰をしっかり回すために行います。次に私の背負い投げの説明をしたいと思います。
まず引き手の持ち方なのですが、縫い目にしっかりと指を引っ掛けて親指でカバーします。そして釣り手なのですが、私は背が低いため釣り手を持ってもろ手背負いをかけてしまうと、自分より大きい相手の選手に釣り手が全く効かないことに気づきました。そこで自分なりに釣り手の視点を上げるために、しっかり上、そして肘のところに、肘の曲がるところに自分の手のひらの手刀として、ここに当てて視点をより高い位置に作りました。そのため引き手の引き方が、普通は前に引くのですが、斜め上に上げるように引き手を引きます。そしてその上げたところに、この相手の曲がる、肘が曲がるところを狙って手刀を打ち込みます。これが上半身の使い方です。そして下半身なのですが、先ほどの大腰と一緒で相手の前についてしっかり回します。そして一番この私の背負いの中で大事なポイントとしては、引き手の引き方、これが引けてなかったら、やはり相手を前に崩すこともできませんし、自分の手の高さより高い位置でないと手刀を入れることができません。やはりこのまままっすぐ引いてしまうと、ここに手刀が当たると相手の崩れ方としては横回転に崩れてしまいます。やはり背負い投げなので縦回転に回してあげたいので、しっかり引き手を上に上げてあげる、そして肘を曲がるところに手刀を入れて、ここに視点を作ることによって投げることができます。次に背負い投げの応用編の説明をしたいと思います。この背負い投げの応用編は、相四つの相手に奥襟を叩かれた状態で、先ほど説明したように引き手を持っている状態、そしてまず相手の引き手をしっかりさばきます。で、次に自分の引き手なのですが、このまま真下に切るのではなく、自分の頭を回すようにして切ります。その時にポイントとしては、相手の腕に対して自分の手が直角になるように押し上げる、しっかり直角になるように押し上げながら、首を抜くようにして引き手を切ります。そしてそのまま相手を押し込んでいき、相手が戻る力を利用して入ります。
内股すかしの説明をしたいと思います。相手に組み手を持たれていて、自分が内股をかけられるときに、私の場合は指を後ろ襟に引っ掛けて握ります。そして引き手は持たれた状態ですね。この状態で相手に内股をかけられたときです。かけられたときに腰を軽く落とします。落としすぎても大内や後ろの技に切り替えされますし、軽いとそのまま内股で投げられてしまいますので、相手に投げられないように軽く腰を落として相手の内股をまず受けてあげます。受けてあげて、この時に少しだけ相手の上体を戻してあげます。これが戻しすぎてしまうと相手も逆の技に変化されると思い、体を戻してしまう可能性があるので、内股をかけられて少しだけ相手の状態を戻してあげます。そしてもう一度内股がかけれるような状態を作ってあげることが大事です。そして下半身なのですが、この時にしっかりと相手の動きを自分の手で感じて、あ、足が上がりそうな時にそのまま自分の足をスライドさせて相手の足をしっかり上げさせます。そして最後の決めなのですが、この状態で抜いた時に引き手をしっかり引く、そして釣り手は相手の頭の方に押してあげる。そうすることによって綺麗に投げれると思います。柔道はとても素晴らしいものだと思います。私も柔道が大好きでずっと続けていました。そうしたら仲間がとても増えて、世界中に柔道を通じていろいろな仲間ができました。やはり柔道が強くなるための近道としては、基本をしっかりと身につけ、自分の技そして応用を使いながら一つ一つ上を目指していけばいいと思います。いきなりトップ選手の真似をしてしまいますと怪我につながる恐れがありますので、自分の大事な基本をしっかりと覚えて、一つ一つ階段を上り、気づいたら日本一世界一になれるような柔道家を皆さん目指してください。私もまだまだ修行中の身ですので、皆さんも一緒に修行してこれから頑張って強くなっていきましょう。